3歳は長野県長野市北東部の地区。本校では大和3歳から分かれた西3歳についても扱う。全域が長野市役所ふるさと支所の管内である。地域の中央部を品の鉄道北品の線がほぼ南北に走り、大和3歳と西3歳との境付近に山歳駅が置かれている。地域の生端を北陸新幹線がかすめる。まるで年齢のような 三歳という地名の由来は資料には見当たらないが近隣には平安時代に桐原牧などの牧場があり馬は三歳で一人前になることに関係するという区伝がある三歳駅では三歳を迎えた子供を連れた家族が聖母を借りて記念撮影をする姿が見られるほか名古屋市のラシック三周年広告や総価学会の CM で使用されたこともある三歳は 山菜地域の北部の大半を占める地区。郵便番号は381-0081。地区中央部を品野鉄道北品野線と長野県道399号。長野豊野線が南北に並走し、地区南端の山菜駅付近で長野県道372号山菜大津島中五所線が分かれる。地区東端には北陸新幹線がかすめている。周囲は以下の大技。 町長と接する。宅地は地区中央部の古くからの集落と地区南西部の山西駅付近に固まっており、残る大部分は農地である。地区内の人口及び世帯数は449世帯1206人。山西駅。駅前に山西時記念撮影用の駅名標が立つ。地区内に品の鉄道山西駅があり、以下の路線が利用できる。 地区内の長野県道399号長野、豊野線などを走る、長電バス、長野市営バスの以下の路線系統が利用できる。西三歳は三歳地区南西部の地区。郵便番号は381-0083。地区東端に、品野鉄道北品野線と長野県道399号、長野豊野線が南北に並走し、 地区北東の大技三歳との境に三歳駅が置かれている。地区南端には駒沢川が流れ、北端は東長野病院や生泉女学院短期大学などが乗るがけとなっている。周囲は以下の大技、町長と接する。地区のほぼ全域が三歳駅前に開かれた分譲住宅地であり、一戸建てが整然と並んでいる。地区北西部から斜面を登ると、 昭和の森公園、聖泉女学院短期大学、東長野病院などにアクセスできる。地区内の人口及び世帯数は389世帯946人。地区北東端に面する品野鉄道山際駅が利用できる。地区内の長野県道399号長野、豊野線を走る超電バスの以下の路線系統が利用できる。ありがとうございます。